ここに邪神の体が。邪悪な気配が満ちている。すごいボロですわね。
お前は。こんな奴が出てくるってことは、すでにあいつは自分の体を。知るか、そんなことを。行くぞ。世のため、人のため。歪んだ志を打ち砕く大陸の英雄、この俺様の鉄球を恐れぬならかかってこい。熱き獅子雄のたぎらぬ貴様にはわかるまい。対処方法は知っていても、攻撃の仕方はなっていないようだな。今度は俺様の番だ。行くぞ。トゥリア。何をしている我が宿敵よ。貴様にはやらねばならぬことがあるのだぞ。邪神が元の力を取り戻してからでは遅いのだろう。ならば急がねばなるまい。お前、なぜそれを。そんなことはどうでもいい。こいつは俺様が何とかする。だから貴様は行け。やられるんじゃねえぞ。無論だ。貴様に決闘で勝つまで俺様は死なん。永遠に生きるつもりか。欲張りなやつだな。じゃあまたな。
大陸制覇を邪魔しに来たのか。置いて朽ちるだけのつまらぬ愚民よ。人の体を乗っ取るような奴に制覇される大陸などない。そう思っているのなら考えを改めることだ。死して名を失わぬ大陸制覇への野心、そして我が身を失っても諦めない精神があるからこそ大陸を制覇しうるのだ。へりくつだな。そんな形で制覇して何になる。何になる。大陸を制覇することに意義があるのだ。制服を落として歴史に名を刻むためにな。くだらない。くだらないだと。所詮愚民にはわからぬか。無理もない。それが愚民たるゆえんだからな。だがあえて言おう。我がなぜ大陸制覇を望みそれにかけているか。お前はあの時の女。まさかな。あの女は呪いでドラゴンにしたはず。我が呪いが解けることなどぞ。アンク・オルブレス、あの石の力を借りて私は戻った。七英雄の遺産か。だが戻ったとてたどる運命は同じ。さあ聞け、我の大陸制覇への思いを。我は幼き日より世界の王として君臨するために教育され、実際そうなる寸前まで行った。だがそこで病に倒れ、夢を幻となった。悔しかった、虚しかった、口惜しかった。その深き念が我をこの世に引き戻したのだ。全ては大陸制覇を成し遂げるために。幼き日より大陸制覇の志を抱き、それに全てをかけてきた我にとってそれは全て。歴史に後世に名も残さぬちっぽけな存在で終わるお前らとは違うのだ。あんた、いい思い出はあったか。何をバカなことを。さっきから聞いてれば歴史に後世に名を残すって言ってるけどな。残すべきなのは名前じゃないだろ。剣士なら剣技、作家なら作品、魔術師なら魔法。夫婦ならば新たな命、良い家庭。要は
後の世のために何をしたかってことだ。名前はその後に来るはずだ。そして残るべきものを生み出した喜び。いい思い出なくして名前は残らない。もしそれなしで残ったら悪名をだ。黙れ愚民、お前ごときに説法を食らう覚えはないわ。死してその大罪を償え。我を負けるというのか。こんなちっぽけの愚民に。いや、我は負けぬ。また新たな肉体で、肉体が魂を離さぬ。我は朽ちるというのか。大陸制覇を成し遂げぬまま、征服王として名を残さぬまま、ぐあおそーい。わりわり、断れない依頼が急に入ってよ。早く始めようにゃ、結婚式。ああ、って、マリンはごちそう早く食べたいだけだろ。バレてるにゃ。おめでとう。先越されちゃったわね。ブーケはルビーに投げるように言っておくよ。ここの料理を作るの私も手伝ったんですよ。後でカレンが作ったの教えてくれよ。はーい。
気にするなよ。誰かがやんなくちゃいけなかったんだから。で待っていますよ。ああ、わかった。綺麗だ。本当に綺麗な満月。あなたと初めて会った時もこんな満月の夜だった。だから結婚式はあの時のように満月の日にすることにしたんだ。初めて会った時か。あの日の満月はどことなく寂しそうだった。あなたに会う前の私のように。でも今日の満月は微笑んでいるように思えてしまう。微笑んでるんだよ、今のクレアのように。私のように。式の前にあなたに言いたいことがあるのだが。ん？何？ありがとう、私を選んでくれて。